バールは圧力の単位である。105パスカルに等しい。メートル系の単位であるが、ヒエスアイ単位である。国際単位系の現在の国際文書では、全く認められていない。日本の軽量方法では、バールを基本的な軽量単位として位置づけており、従って、使用分野を特に限定していない。バールの1、0 0 0であるミリバールは、かつて気象分野で使われたが、 1992年以降は、ヘクトパスカルに置き換えられた。元々のバールの定義は、106ダインの力が1、平方センチメートルの面積に作用するときの圧力で、あった。これは1アトムにできるだけ近い値として定められた、ものである。正確には1アトムイコール1.01325、バーイコール1013.25、アムバーイコール1013.25。 ヘクトパスカルである。約1.3%の差があるが、気圧計の測定精度を考えると実用上は、ほぼ同じとみなせる。これは、CGS 単位で表すと1バーイコール 106,B イコール106ダイン、平方センチメートル、MKS 単位で表すと1バーイコール105パスカル、イコール105ニュートンマイメートル2である。1気圧に ほぼ等しい単位として定められたため、CGS 単位系においても SI においても、基本単位だけから組み立てることはできず、10のべきの係数がつく。このため、非 SI 単位である。バールの単位記号は、バーである。ミリバールの単位記号はミリバールとすることもあったが、バーール単独、あるいは他の派生単位中のバールを B とすることは、あまりなかった。なお B は本来は、 バリの記号である。1911年、気象学者 V ビアークネスが提唱し、1914年から気象通報に使われ始めた。バールの名は、重さを意味するギリシア語、ベータローに由来する。同じ語源の単位に CGS 単位系の圧力の単位バリがあり、かつてはそれをバールと呼ぶこともあった。日本の気象分野では古くは、水銀柱ミリメートルが使われていたが、 1945年からミリバールに切り替えられ、さらに1992年12月にヘクトパスカルに切り替えられた。国際単位系の公式の国際文書では、1970年から1991年までは暫定的に使用できる単位、1998年には現行では使用できる単位、2006年にはその他の PSI 単位と位置づけられていたが、 2019年の第9版においては全く認められなくなった。ミリバールからヘクトパスカルに変更された理由は、計量法が改正され、圧力の単位は1992年12月から国際単位計であるパスカルを使用することになったからである。ここで本来ならば、他の単位と同じように、103ごとの SI 接頭時を用いて、キロパスカルに移行し、 例えば1 0 0 0リバール1 0 0スカルとすべきところである。しかし気象関係者の要望により、通常はほとんど使われない SIZ 当時であるヘクトを用いてヘクトパスカルが採用された。1バーイコール105パスカルなので、1アムバーイコール13バーイコール13105パスカルイコール102パスカルイコール1ヘクトパスカルとなってヘクトパスカルはミリバールに等しい。 したがって、ミリバールからヘクトパスカルへの移行の場合、数値がそのまま使える。これが、キロパスカルが採用されず、ヘクトパスカルが採用された理由である。かつては、倍量単位としては、メガバールアムバー、キロバールケイバーが、分量単位としては、ミリバールアムバーがよく使われた。絶対圧であることを明示したバラ、ゲージ圧であることを明示したバーグも使われた。 ありがとうございます。